物繊維を加えるだけ。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。今日は女子棒、この話をしたいと思います。女子棒っていう言葉、馴染みがないと思います。ダイエットですね。ダイエットっていうと体重を落とすことに、みんな注目しがちだけど、それだといい体にならない。だから体脂肪を落とすという女子棒、脂肪を除くという言葉、これをぜひ覚えてもらいたいと思います。体脂肪を落とす方法はいろいろあるので、それをまず簡単に説明していきたいと思います。いろんなダイエット方法あるけど、例えばこれを食べちゃいけない、これは食べていいみたいな形で進んでいくと、どんどんやれることが狭くなっていってきつくなる。で、やめてしまう。女子棒の一番の失敗理由は続けられないことなんだよね。だからいかに続けられるような施策を打ち続けるかっていうことが大事。そのためには食物繊維を加えるだけということを今私は推奨しています。いろんな方法を一気にやるとできないってなって、またそれで継続できなくなるんで、1個の技、1個のカードを1枚実践するだけ。まずこれを続けていくと体重がこうやって落ちていく。で、これは体重とともにおそらく体脂肪が減っている。まあ、そのためには筋トレしないといけないんだけど、基本的に体脂肪が落ちていく。で、いつかプラトーが来る。で、またプラトーが来たらもう1枚カードを切る。で、またプラトーが来たらまたカードを切るって形で進んでいくと、気がついたらたくさん痩せてるっていうことになる。これが女子棒メソッドという方法です。で、体重を追っていって、だん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 減っていく。で、プラトンになるまで粘るっていうことをしてみることを今進めています。なので毎朝体重を測るっていうのが基本になって、体重の変化を見てほしい。例えば今日70キロだった人は翌日 69.5 キロかもしれない。で、その次の日は 70.1 かもしれない。なぜか頑張ってるのにこう増える時があるんでね、こういうふうに落ちていくというのを理解してもらいたい。で、1週間で見るとどこかに最低体重、で、この最低体重だけを記録して1週間ごとに更新し続けると必ず成功するっていうのが基本的なやり方で、毎日の体重の増減に一喜一憂しては絶対にいけない。女子棒メソッドという方法はこれをやってはいけないっていうのがないです。かなり緩いダイエットです。実際に、緩いダイエットをすると結果が出ないと思う人もいるかもしれないけど、振り返ってみると一番結果が出て一番長持ちするのはこれ。例えば私も、ボディビルの大会出るときに、1週間に1回は、酒も飲むし、好きなものも食べる日を作る時もある。例えばラーメン食べることもあれば、ジャンクフード食べることもある。というような形の日を設けることだってできてしまうのはこの方法で、いかにストレス、精神的なストレスをためずに、目的まで緩やかにたどり着くか、これを徹底するっていうことだけなんでね。基本的には体重の 5%、1ヶ月に体重の 5% であれば減量しても、健康を害さずに進めるというふうに言われています。で、例えば60キロの人だったら3キロを1ヶ月痩せるということは4週間で終わるわけだから、1週間にたった750g だから、短期間で痩せようとすると大体失敗するのはあまりにもやること多くしすぎて辛くなるからなんでね。だからそれを防ぐことがこの女子棒ダイエットの一番のポイントかなというふうに思います。もう一個加えてほしいのはウエストを測る。このおへそのラインでウエストを測るだけ で、これは毎日じゃなくてもいいです。1週間に1回でも。なぜ測るかっていうと、お腹はそう、皮下脂肪と内臓脂肪が、たまる唯一の場所で、一番体脂肪がたまるんだよね。お腹だけ肉しかないでしょ。ここには肋骨があって守られてる。ここはもう肉で守るしかない、内臓だから、内臓脂肪も皮下脂肪もよくつく。で、逆に言えばこのお腹のサイズ、ウエストのサイズが減るっていうことは体脂肪が減ったことの証左だということ。なのでウエストを測る。例えば体重が減っていてもウエストが落ちてなければ、もしかしたら筋肉が落ちているかもしれないっていう、可能性を考えなければいけない。そうすると筋トレが正しくできているかどうかっていうところを立ち返らないといけないので、その部分、体重を測るに加えてできればウエストを測る、まあ、1週間に1回でもいいと思います。あとは、まあ、自分のモチベーションを上げるために写真を撮る。鏡に映る自分の写真を撮ると3ヶ月後にはめちゃくちゃいい体になってるんで、そのトランスフォームっぷりが自分のこうモチベーションを上げてくれるっていうのがありますし、私もあのこの本でそれを出してて、この状態から行くよみたいなのを、写真で撮って本にして売っちゃうみたいな。実際に長期間かけて減量していって女子棒していった時の
ビフォーアフターっていうのはかなり爽快だし気持ちいいんで、ぜひそれをやってもらえるといいかなというふうに思います。まずファーストステップが、食物繊維を、付加するだけ、プラスのダイエットで、ね、これをするだけで、体脂肪が落ちます。なぜ、食物繊維を食べると、ダイエット女子肪が進むかという話をすると、まず腸内の環境が良くない人が多い可能性がある、女性は1日 18g、 男性は1日 20g の食物繊維を摂ると、十分だというふうに言われています。しかし現代人は食物繊維不足が、まあ、明らかだ。だから、食物繊維を加えるだけで腸の状態が良くなって、多くの人が、適正な体重に戻っていくという考えです。食物繊維を摂るといえば、野菜を摂るという方がほとんどです。でも実際に野菜で、今言った女性 18g、 男性 20g を、満たすことはほぼできない。じゃあ何で取ればいいのっていうふうになるわけですね。それが、穀類、例えば玄米とか雑穀米とか麦飯とか、あとは、パスタだったら全粒粉のパスタを食べるとか、いわゆるご飯系のものですね。ここから食物繊維を取ることをアドオンしていかないと、女性 18g、 男性 20g は超えられないんですね。だから玄米とか雑穀米とか麦飯を食べた方がいい、いわゆる少し前時代的な食事の方が食物繊維を取るには、いいということ、これをぜひ知ってもらいたいというふうに思います。まあ、一番やりやすいのは玄米ですね。玄米、白米は玄米に変える、あとは麦飯でね、麦飯はかなりおすすめ。今コンビニに行くと、ローソンとかセブンイレブンはもち麦入りのおにぎりが絶対売ってます。それからファミリーマートはスーパーおもぎ入りのおにぎりを売ってます。これ数年前のコンビニでは考えられない、白米のおにぎりばっかでしょ。今たまに玄米のものもあるし、これ麦飯系のおにぎりがあるんで、これを活用してください。ぜひでこれ食べるだけで便通が必ず、改善することを感じると思います。でもしそれでも腸の状態が変わらない、便通が変わらない場合は、菌の摂取をすると、乳酸菌とか、ビフィズス菌を取ると食物繊維を発酵して腸の状態を良くしてくれるという作用を期待することができます。この野菜は食べた方がいいよ、この野菜は食べない方がいいよっていうのは NG 食品と OK 食品ってないんだけど、自分が野菜から食物繊維を取りたいと思ってるのにそれかよみたいな、あとは体を積極的に絞りたいのにその野菜選んでるのかよみたいな NG と OK はある。それを考えるといいんだよね。例えば、芋なんかは野菜に入るわけだけど糖質も高いから、当然あのダイエットにとってはすごくダイエット女子肪を加速するものではないと。ただ体に対してエネルギーを入れていい筋トレをするためには役立ったりするというふうに考えていかないといけないから、何が正解何が不正解っていうのは基本的にはないです。白米だけ取ってると食物繊維が足りなくなるんで、まあ、玄米とか大麦スーパー大麦を食べるといいと。白米の場合は 100g 中に食物繊維が 0.5g しか入ってなくて、玄米の場合は 3g 入ってるし、大麦の場合は 9.6g、 スーパー大麦の場合はなんと 22.1g 入ってるんで、全く違うものを食べてると言っても過言ではないですよね。だからせっかくねご飯茶碗に、ご飯を入れるんだったら食物繊維の多いものを入れた方がいいですよっていうこと。じゃあそういうふうな穀物を取りました、じゃあプラス野菜の質も変えた方がいい、ここまで来る人は多分そこまで考えると思うんだけど、じゃあ野菜はどういう水準で選んだ方がいいかっていうと、例えばいろんな色鮮やかなものを取りましょうっていうようなビタミン摂取の観点もあると思いますが、食物繊維の場合は、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の、これを見た方がいいと。で特に水溶性食物繊維を多く含んでいるものを食べた方が腸内での発酵に役立ちます。だから水溶性食物繊維が多いものを食べましょう。おすすめできるのはオクラ、それからごぼう、そして納豆、身近に食べれるものとしては納豆がかなりおすすめ。不溶性食物繊維が 4.6g で、水溶性食物繊維が 3.3g 入っていて、これはかなりおすすめなんで、納豆を毎朝食べるっていうのはいい健康習慣かもしれない。ただ納豆をね朝昼晩食べる人いないと思うから、朝納豆で、昼と夜は、違う野菜と穀物から取るということを考えるといいと思います。そして野菜の神といえばブロッコリー、筋トレしてる人といえばささみとブロッコリーなんですよ。で実際僕らはブロッコリーめちゃくちゃ好きだし愛してるでも本当神だと思ってたんですけど、その食物繊維の観点でいうと、あの麦にはもうボコボコにやられてて、例えばスーパー大麦、最強の大麦を見ると
水溶性食物繊維でいうと 6.125 倍ぐらいの差をつけられてもうボッコボコになってるんですよね。ブロッコリーはブロッコリーでビタミンが入ってたりあのいい効果があると。ただ食物繊維を摂る観点だとブロッコリーだけに耐えるわけにはいかない。神話は崩れたわけですよブロッコリー神話でもほんと神話ありますからね。ブロッコリー大好きですよ。ぜひあの食物繊維を食べてください。実はね、私のまま失敗談というか経験談を話すと、ボディービルを始めた時のすごい辛かった現象に便秘があったんですよ。ものすごい便秘になって、食事のコントロール完璧にしてるし、筋トレも完璧、もうそれ以上にやってたと思うんだけど、それなのに体重が停滞するどころか増える時期があった。これが本当に辛かった。なんでこんな頑張ってんの増えるんだ。さっき一喜一憂するなんて言ってたでしょ。でもね、減量が進むとね、もうメンタルやられてきて一喜一憂するんですよ。これほんと辛くて、なんかこう一生懸命頑張っても得るものがないと辛いでしょ。それと同じ現象で、でその時に、振り返ってみると、その時はね、糖質制限ダイエットをある一定期間やった時だった。糖質を制限することで野菜も制限せざるを得なかった。そうすると入ってくる食物繊維がいつもよりも減ってしまって強烈な便秘になったっていうふうに振り返れば思う。それを解決してくれたのがスーパー大麦で、スーパー大麦を食べた時にとんでもない量の便が出たんですね。これ信じられないぐらい、今でも覚えてます。信じられないぐらい出て、これだっていうふうに開眼させてくれたのがスーパー大麦なんですよ。ボディービルの減量女子棒があろうがなかろうが食べてます。で、食べれない時期、例えば、柔道の代表チームで海外遠征しましたとかになると、やっぱ調子悪くなるんですよね。便の出が悪くなるし、肌の状態も良くなくなるっていうのを実感していて、もうこれは本当ずっと続けないといけない生活習慣だなというふうに考えてます。だからそれだけ食物繊維の効果を実体験で感じて、で大会当日とか前日っていうのはこう僕らの場合は水抜いたりするんですよ。で水抜くと要は体の水分が減るから便も水分が減るわけですよ。だからより出なくなるわけ。それなのにスーパー大麦食べたら普通に出たんですよ。これは圧倒的な効果だなって思って今でも使ってます。というのが私が穀物をめっちゃ押す理由で、データも実体験もあるんですよ。ぜひ使ってみてください。でね、穀物って玄米食べてもらうと分かるんだけど、このまだ食物繊維でコーティングされてるからちょっとね、潰す感じじゃない、プチッという感じがあって、よく噛まないといけないっていうのが分かるし、噛む習慣がつくっていうのもとてもプラスになります。まあ、そのための導入として、食物繊維を入れて噛まざるを得ない状況を作る、これも本当にいいことだと思います。私は本当にいろいろ言ってますけど、結論はスーパー大麦を食べろ。普通になんかこれあるんですね。どれだけ買い置きしてるんですか。いや、ちょっと今だいぶ半分ぐらいでやってます。これ何ぐらいは常に何があるか分かんないんで、だから買いに行けない時もあるじゃないですか。じゃあみんなカップラーメンとか取りだめするけど、はい、岡田さんは玄米ご飯って、はい。で、まあ、玄米で食物繊維も取れるんだけど少ないんで、まあ、その隣にあるイヌリアって、イヌリア食物繊維ですね。めっちゃ面白いですね。ありがとうございます。